こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はプジョーリフターをご紹介したいと思います。プジョーリフター気になってた方多いんじゃないでしょうかね。これ2018年のジュネーブ賞で発表されたんですけれども、その後日本の導入いつですかいつですかってコールセンターへの問い合わせで一番多かったのがリフターの日本導入いつですかだったんですって。まあ日本ではね、こういったまあちょっとミニバンなのかな、クロスオーバーのワゴンなのかなみたいなね、こういったスタイル非常に人気があると思うんですけれども、プジョーはねこれまで SUV としては3008とか5008とかありましたけれども、こういったですね荷物もたくさん詰めますよ、スペースいっぱいですよっていう車はなかったですからね、ちょっと今日はこちら、じっくりご紹介していきたいなと思います。なんかねこれって本国では昔から商用車であったんじゃないのなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ここ見てください。これは今のプジョーの顔なんです。このようにねグリルのところにプジョーって入って、真ん中にライオンちゃんがいて、そしてねこの目、間違いなく、今時プジョーちゃんですね。そしてこれサイズなんですけれども、長さが4403、幅が1848、そして高さがですね、私と背比べするとだいぶ高さわかると思うんですけど、1878もあるんですね。なので、まあ、皆さん分かりやすいところで気になってるのってルトンカングーってありますよね。日本では非常に人気がある同じくフランス車のモデルですが、カングーとほぼ変わらないけどちょっととこっちのリフターの方が大きいかなっていうようなサイズ感だと思っていただけると分かりやすいかなと思います。ね、このようなホイールアーチのところもね、ちょっとこうワイルド的な感じがしますよね。この下の方もね気づきにしなくても良さそうですし、でここ両側スライドドアです。でずっと後ろに来て後ろのライト見ていただくと、これねライオンちゃんの爪のキューって引っかいた跡っていうのを最近プジョーのライトでやってるんですが、これはね縦型でそれがちゃんとモチーフで使われていますね。でこれはね大きいなこれ、おお、はい、かなり大きく開きますが、ね先ほどもちょっと言いましたカンフーは観音開きですけど、これは上にガバッと開くタイプですね。ちょっとドア大きいですけれども、逆に雨の日とかは、これが屋根代わりになってくれますし、もう一つ実はポイントがあるんですね。ちょっと一回閉めますよ。これね結構重たいです。はいはい、これねガラスハッチだけ開くんですよね。ガラスハッチだけが開く車って非常に数少ないじゃないですか。まあ、私今パッと浮かぶのは例えば BMW 3シリーズのツーリングとか、まあ、そういった車だけなんですけれども、これ上からね、荷物が取れることになりますね。狭いところでもこの、はい、トノボードをですね、はい、ここで仕切れば余裕で届く。はい、これだったら使えますよね。なのでちょっとパッとね取りたいものを上に置いたりとか、あとは潰れちゃ困るものと分けて入れたりとか、いろいろね使えると思いますよ。で実際この広さなんですけれども、シートとかも全部倒した状態だと実は5008よりも入るんですって。つまりプジョーの中で今一番荷物積める車がこれなんですね。さあリフターのインテリアですけれども、まず私のこの運転席ご注目ですよね。プジョーはですねアイコックピットといって、小さなステアリング、そしてですねこのステアリングの上からですねメーターが見えるようなポジションが取れるんです。まだ行くな、お、ここまでだ。あ、でもこれはねいいです。なぜかっていうとね、特に女性の方そうだと思うんですけど、女性ってねハンドルの位置高いとすごい操作しづらいんですよ。でこのアイコックピットって比較的ステアリングの位置を下げられるんですね。で、小柄な方が多いんですけれども、まあ、メーターも見えて、前の景色も見えてということで、すごく視界の確保がしやすいんです。私も大好きなね、これコックピットレイアウトなんですけれども、ここにも物入れがありますね。ここにもありますね。ここにもありますね。ここにも、これね、
おお、結構深い。これ実はね、荷物入れるところがたくさんあるんですよ。ここも、わ、こんなに入りますよ、私の肘まで。ってぐらい入りますし、実はですね、上の方にもすごく物入れがたくさんあるんです。ちょっと上見てください。まずですね、これはね、おお、大きなグラスルーフ。おお、あ、そうか、これ光が透けるんだって言いましたけど、実はこれ、ここにね、荷物乗っちゃうんですよ。これなんかね、透けてるから、まあ上の方に乗せても、乗っけてるか乗っけてないかも分かりますし、あとなんかこれなんかデコレーションしても楽しいかも、ステンドグラス風になんてちょっと思っちゃいました。あとね、ここにもあるんですよ。これね、大きなこのサンバイザーを下ろすと、ここ穴開いてるんですよね。なので、ここまた荷物が入ってる、入ってない、何入れたっけなってこう見ることができるんです。こう奥行きがあるんでね、ついつい忘れちゃそうになっちゃいますけど、ちゃんとこれね、そういったケアはできるように考えられてるんですね。さらにこれずっと後ろまで続いてるんで、ちょっとね、後ろの方も見てみたいと思います。では、後ろの席行ってみたいと思いますが、はい、こちらは手動です。これ助手席の後ろも手動なんです。最近はね、こうやってね、鍵持って足でこんなね、キッキングモーションで自動的に開いたりしますけれども、やっぱね、自分でこういうのやってくださいねってフランス車っぽいですよね。はい、じゃあ閉めますか。あら、結構硬いぞ。あ、だからここつかめって、こっち側ね、つかむところがあるんだ。こういうとこは考えてますよね。開けるとき、これが後ろに行っちゃうから、ここにちゃんとね、ははー、すごくね、自分でやんなさいよって言いながら、ちゃんとね、親切に考えられてるところは、本当フランスっぽいですね。で、ここにテーブルがあって、あ、ここに USB のあれもありますね。3席ともほぼ同じ大きさですね。倒れるのは、これ2対1分割になってますけれども、ほぼ同じ大きさなので、足元もね、フラットですので、しっかりね、チャイルドシートも3つともつけられるような、ちゃんとアンカーもついてますね。そして、はい、この上ですね、前からずっと続いてるんですよ、これ。ここね、やっぱ面白い。あ、これ、ここ仕切りがある。この線何かなと思ったら、ここで仕切られてるんですね。まあそうじゃないと荷物ザーって行くかもしれませんからね。結構細かく考えられてますよ。でも私としてはここにね、なんかシールとかすごい貼りたい気分。そしてここ見てください、ここ。引き出し。うわー、なんか、なんていうの？この、天袋って言うんですか？昔の言い方すると。結構深いな。あ、相当入るわ。ただちょっとね、天井からの熱であったかくはなりがちなんで、溶けるものとかはダメですね。でもなんか、こんなにいろいろできると、それだけでワクワクする。ではスタートしたいと思いますが、まずこのシフトレバー、丸いんですね、これ。面白いな。足で踏んで回してねって書いてありますけど。よで、これが電動パーキング。へえ、面白い。なんか外側をこうくるくるってね、回すだけなんで、場所も取らなくていいですね。やっぱりアイコックピットは視界もいいですし、ハンドルも回しやすくて、私はね、すごく運転しやすいんですよね。ただね、ちょっと気になるところがあるんですよ。このね、運転席の横、助手席にもあるんですけど、黒いこう縁取りが見えちゃってるんですよね。これ外から見る時のこのデザイン的なもんかなと思うんですけど、若干視界のその片隅の方にね、何かいるなっていう感じでね、目に入るんですね。まあ気にならないかって言ったら、ちょっと気になるかな。まあ、慣れちゃえば忘れちゃうかなっていう程度なんですけど、なんかの視界的にね、問題があるわけじゃないんですが、ちょっと気にはなります、正直ね。でもこれあれですね、ディーゼルエンジンなんで、こういった山道はやっぱトルクがあっていいですね。これ荷物たくさん積めますから、まあ積み用によっては相当重たくなっちゃうかなと思うんですけれども、そういう時もですね、これはかなりグイグイ走ってくれると思いますよ。全くストレスなくね、いけちゃうんじゃないかなと思います。で、この
ハンドリングなんですけれども、意外とね、これクイクイ曲がるんだな。なんかスススッとね、小回りしてくれそうな感じの動きをしてますよ。で、ドライビングモードの切り替えもあります。これはですね、まあ一応砂路面とか雪路面とか泥路面とかいろいろ切り替えられるタイプなんですけれども、まあ今日はね、オンロードなので、オートのね、場所のまま走ってますけれども、まあ乗り心地は結構シートがしっかりしてるんで、それで吸収してくれてる感じかな。今のところまあ可もなく不可もなくといった感じですけれども、まあ荷物たくさん積める車の乗り心地だよねっていう感じで、音も結構ディーゼルの音は正直入ってきます。だけどもうこれカジュアルな車だって分かって運転してるので、こういうなんかユーティリティがポップで楽しいんだな、これを使って何かをするライフスタイルが楽しいんだなっていうのを頭で分かってるんで、不快な感じではないですね。で、このリフターはですね、兄弟車があるんですね。シトロエンにベルランゴっていう名前で兄弟車があります。で、私ね、そっちはちょっとまだ乗ってないんですけれども、多分乗り味的には全く同じだと思うんですよね。じゃあやっぱこのエンジン結構力あるな。今すごい上ってるんですけど、なんかね、こう回っていき方はすごく軽くて、あんまりディーゼルっぽくない気持ちいい感じ。でも音はディーゼルみたいな。で、これパドルシフトなんかもついてるので、その気になればね、ちょっとスポーティーに走れますよ。8速オートマチックですしね。結構伸びはいいですよ。この上り坂のワインディングをそこそこのペースで走ってもかったるさとかはないですね。あ、これでもある程度ね、スピード乗った方が安定してるかも、乗り心地とかも。でもしかしたらこれ今日ね、荷物そんなに今乗せてないんですけど、たくさん乗せた方がバランスいいのかもしれないですね。そういうこと考えて作ってあるのかなっていう感じがします。で、ボディなんかもね、やっぱ背がね、すごい高いじゃないですか。1878もあるので、まあその割にはゆさゆさして怖いっていう感じはないですね。まあエンジンとか重いものもすごく低い位置に積んでありましたし、まあフランス車ってそういうね、こうガシガシ使うみたいなことをしっかり考えてね、設計されてる場合が多いので、意外とこれね、まあ言葉悪いですけど、使い倒して楽しい車、そんな感じがしますね。でもこれアイポイントも高いから、街中でも結構運転しやすいんじゃないでしょうかね。幅1800超えてるって言っても、まあ今時ね、1800超えてる車たくさんありますので、そう考えるとやっぱり小さいお子様がいるファミリーとかはみんなでワイワイ楽しいでしょうし、あとこの車は本当に荷物入れたくさんありますし、なんか楽しいことができそうなんですよね。なのでこれを自分のまあガレージとか、まあ、あるいは書斎とか秘密基地とか、そういうふうにして使うと、これはかなりライフスタイル広がってくるんじゃないかな、充実したものになるんじゃないかなという予感がいたします。私はなんかこれちょっと車中泊仕様とかにして、なんかとことこね、旅に出かけてみたいななんて思ってますけどね。いや、なんかね、本当に乗れば乗るほど、知れば知るほど、あんなこともできそう、こんなこともできそう、なんかワクワクがどん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 大きく広がる、そんな1台でしたね。価格的にも336万円ということで、ディーゼルっていうことを考えてもランニングコストもだいぶ抑えられますから、どん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 長距離お出かけしていただきたいなと思います。新しいプジョーファンが増えそうですね。